ハシンくんが倒れました。おはようございます、うん、だってあの家に帰らないで毎日、まあ、なんか車中泊してたら、なんか昨日から体調悪そうだったんだけど、家臣くんちょっと具合悪いみたいで、で今日もあのストーキングしてたらしい。なんでかっていうと、今日あのうちであの手巻き寿司パーティーするってリスナーさんから超高級本マグロが届いたから、でまたうちの近くでずっと待機してたんだって。でさすがにちょっとカシンくん大丈夫って、で今カシンくんあのうちのまああげたんですけど、今横にさせてあげてる。なんかブラック企業じゃないよ。カシンくん横になってます今ソファーで、うん、パワハラもしてない。私全くあの強要してないからね。あのうちの前にずっといてねって強要一回もしたことない。で昨日も帰りなよって言ったの、顔真っ白だったからさ、昨日帰りなよって言ったんだけど、これいつもついてるよ。さすがにお風呂には入れてないよ。前髪変、うん、あ、ちょっと待って、もう昼夜逆転しちゃってる、やばい、人として、うん、まあ、カシンくんちょっと今ね横になってますね。今日はちょっとおとなしいんじゃない。で今あのマグロが届いたんで、リスナーさんからのちょっとそれ手巻きしようかな。手巻き寿司パーティー、うん、あ違う、止めてない。あの今あの配信始めることもそうだけど、まあいいよって横になってて、あの止めてないよ。あの昨日もあの感想で、まあ、5分ちょっと喋ったけど帰ったっつうか、車にいたんだって、帰るって言ってたのに。大丈夫？え？何？なんとか大丈夫って、自分が勝手に車で車中泊してるだけで、帰って寝たらいいのにな。帰りたくなくなっちゃって。いやあのさ、今日はマジであの絶対家帰ってね。ね。あの家帰ったらあの。電話してじゃあ、いや私帰りなよって毎日言って、今日は手巻き寿司パーティーがあったから、まあ、近くで待機したかったんだって。
邪とかじゃないと思うよ。うん、そうで手巻き寿司だから今お米炊いた、だから1時間後だな、1時間後、うん、いやあの私そんな、まあ、優しいけど優しいけど普通に帰ってって言うかな。あ、うん、寝れないっしょやっぱ車じゃ、いやベッドじゃないと寝れないっしょ。そうそうそう、でもう多分家帰ってないんじゃない、もう10日間ぐらいもしかして、うん、もしかしたら、うん、まあそんな感じでね、あの昨日はイベント1位ありがとうございました、イベント1ありがとうございました、お疲れ様でした。そう、前髪もあるのも好きなんだよな、うん、今日は手巻き寿司パーティー、手巻き寿司パーティーします、これでこれで優勝させていただきます。あの料亭で使用されてる本マグロ、もうめちゃくちゃ美味しい、うん、美味しそう、解凍できた、これとまあちょっとあとはひき割り納豆とサラダ巻きでいいんじゃない、サラダ巻き、じゃあ材料あれするか、カニカマもあるし、うん、車中泊はケツ死ぬの、うん、ねえ、いくらちょっとある、うん、あーココナありがとう、ココナありがとうね、エコノミー症候群、あーまあそういうのもあんのかな、であの栄養ないじゃん、だからマグロだけでいいかなって思ったけど、じゃサラダ巻きとかサラダ食べさせてあげようか、うん、そう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 、納豆巻き、ココタンおはよう、うん、うん、ちゃんと今度こそ言う、うん、松坂牛しゃぶしゃぶ、え本当ですか、嬉しいな、私本当に本当にあのリスナーさんに支えられて本当生活してる、ガチで、うん、ガチでリスナーさんに支えられて生きてる、うん、そう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 、うん、あ大丈夫だよ、うん、ね、家臣くんね、これ整形前の家臣くん、家臣愛好家総大将、これ家臣くんの整形前別にね、整形前の方がちょっといいなとは思うけど、不服やめて、うん、ちょっとやめて、やめて、どうしたの、いや、僕の唇前に来るの、ちょっと、うん、やめて、やめて、寝かせてちょっと、まあ、カシン君ゆっくりしてていいよ、今日はありがとうございます、うん、で、明日、ほんと帰るんだよ、帰ります、うん、明日こそ、はい、じゃないと倒れちゃうよ、マジで倒れちゃうよね、うん、まあ、マネージャーなんだけどね、一応、うん、一応マネージャーなんだけどね、うん、あのね、家あるんだよ、あるんだけど、わかんない、カッシン君がどこまで配信で説明してるかわかんないけど、まあ、あんま帰りたくないっぽい、うん、あんま帰りたくないっぽい、なんか、まあ、理由があるらしい、うん、
そうだからいつも車で配信してんの。ココタの鳥小屋来る、うん、そうそうそう。だからほとんど、まあもう分かんない。カシンくんのうち今度招待してくれるって、あの本当に家あるんだって、ガチでうちの近くに。うん、本当にある。私もそうなんかなって、ホームレスなんかなって思った。うん、あと皆さん、大阪24日リアトツ町します。よかった大阪のリスナーさん、あのリアトツ町来てね。あのステッカーね、これとあとなんかキラキラステッカーとあと何個かステッカー持ってくるから、よかったら24日リアトツ町来てください。4月の24日大阪にて配信で初上陸、まゆが来る。よかったら来てね。カシンくん来ないよ、その予定だから。本当来る86号さん。初だよ初。私あの韓国しか出たことないんだよね、あの一人配信で。だからめちゃくちゃレア、私が大阪に行くのめちゃくちゃレアですね。このここにいるか韓国にいるかめちゃくちゃレアですよ。うん、うん、あのさ、お母さん、お当たりさんにでも騙されるからに免許証を見るのだ。ここだ、私何騙されてんの。カシンくん、カシンくん、うん、何免許証見して。いや、だってなんであるよ、ちゃんと免許証を見せれるの。なんで配信外ですか。配信外で、うん、いや、別に配信で映さないよ。配信映すありますよ。いや絶対映さないよそんなの。なんかなかったらさ、うん、あれじゃ普通捕まるからね。うん、ありますよ。何をみんな疑ってんだろう。じゃあ年齢詐称とか。いやいやいや、カシンくんストーカー病でちょっと 体調悪くて今ソファーに横にならせてます。そうなの。カシンくん免許証見せてじゃん。え、いいよ、うん、ちょっと待って。どう体調どう。体調、うん、まあぼちぼちかな。お腹はどう、すいた。まあ、何も食べてないからね。あ、昨日の冷やし中華以降。あ、そう、うん、まあ、でも読み上げないよ。あれ、まゆさん、え、生年月日はバレてんの。バレてる、やめてよ、やめてくれ、やめてよ。え、出さないでよ、配信に。ちょっと待って、あれ、これちょっと年齢さ、うん、いや、出さないけど、うん、え、何年っていうのは言っていいの。いや、ダメだよちょっと、なんでよ。カシング36じゃないの。いや、まあ、だから1987だけど、それやめてや、マイルさん。え、だって36やろ。え、今そうだよ。え、じゃあこれ何年って言っていいの。何月、何月じゃなくて、じゃあ1987。え、1987だよ。1987って書いてないよ。うん、え、嘘でしょ。ほんと言っていい。じゃあ、うん、昭和62年。うん、
うん、だから昭和62年だから1987年の生年月日で、昭和62年って何歳？だから1987年、うん、あ、じゃあ本当に36なんだ。うん、年齢詐称してんのかと思った。カシン君やめてよ、そんな昭和とさ一級生歴でいいの、うん、ごめんよストーカーして。だってさ、いや、あのね、ちゃんとありますよ、うん、家もちゃんと、私がそれはあります、あります、ちゃんと住所もあのうちの近く、これ私が証人だね、これ本当そう、疑われてたからね、私が証人。まあでも疑われてもしょうがないよ、だってずっと家のうちの家の前にいるんだからまあでもこれでね、あ、大丈夫、怖い顔してんね、しかし何今その顔、ほら今めっちゃ怖い顔してたね。怖い顔してないよ、してたよ、うん、そう、ちゃんと合ってたよ、大丈夫だよ。まあだから、まあ、あとはカシン君に聞いたら、まあ、心配する気持ちも分かるからね、前のリスナーさんがさ、まあ、うん、うん、大谷さんって誰なんだろう、ココタン大谷さんって誰、大谷さんなんてな、60億も盗まれたんだで、大谷さんって誰、盗まれたんだでってことは、コッコタンは名古屋出身なんだね、うん、あ、大谷選手か、うん、大谷選手か、あ、そうなんだ、ちょっと私ね、テレビ見ないもんで、ちょテレビ知らないからさ、なるほどね。いや、マジで体が痛い、明日接骨院行こうかな、接骨院、うん、すごいね、いつ帰らすの。いや、今日絶対にあの車中泊もさせない、ちょっとね、家でゆっくりした方がいいよ、うん、でもふわっち大炎上ニュースしか見てない、もう本当にやばいわ、ふわっち大炎上ニュースしか見てないですね。もうテレビなんて、もう私年越ししか見ないもん、うん、年越しだけ。でも最近年越しも見てない。接骨院いい場所あるよ。いや、私通ってるとこあんの。あ、マジ？うん、いいところあるよ。うん、いいところありますよ、うん、じゃあ準備しようかな。まだ1時間あるから30分前でか。30分後作るか。いやね、何歳やん。いや、もうテレビ見なくない、もう最近。私テレビっ子だったんだけどな。もう配信しかもう見てないかな。私の配信会ってほんとしょうもないからね。もうホームスケープっていうゲームしてるか、ふわっち見てるか、寝るか、もうちょっとこう人間らしい生活